陸上爆撃機銀河の機種に搭載された送受信アンテナ。三式空6号無線電信機とは、大日本帝国海軍が第二次世界大戦中に実用化した航空機搭載レーダーである。実態の秘匿のため名称が無線電信機とされた。H-6 電探、空6号電探とも呼ばれる。航空機用レーダーの開発は、海軍航空技術省が担当。 探知性能は港湾に対し1 5 0トル、大型艦艇1 0 0トル、小型艦5 0トルとされた。この機長レーダーは1 9 0 0このレーダーは、送信機、受信機及び指示機、放電機をそれぞれ高度で連結して構成する。機体外部には送受信用のアンテナが配置された。寸法は、受信機が幅3 0トル、高さ5 4トル。 奥行き五十四センチメートルで、受信機が幅二十五センチメートル、高さ四十二センチメートル、奥行き四十七点五センチメートル。だった。機器の重量は約百十キログラムと重いため、三座機もしくは双発機、四発機で使用された。使用する電波の波長は二メートル、出力は六キロワットだった。日本海軍の小海機・東海の装備例では、機体前方、胴体後部、右側面。 左側面にそれぞれ送受信用のアンテナを装備した。電波の発信は一度に一方向のみ行ったため、電信員は手動でセレクタースイッチを操作し、一定の飛行距離ごとに送受信の方向を切り替えた。長時間の索敵では、電信員にかなりの負担がかかった。発信後、反射されてきた信号は送受信アンテナで受信され、指示器に付けられた。 ブラウン管が面上の水平方向に走る気線として表示された。この気線の屈折状況で目標の有無を確認した。電波の送信管は U333 という真空管を2個使用した。送信管には8 0 0 0トのプレート電圧がかけられたが高度3000メートル以上では気圧が減少し空気の気迫化とともにプレートとグリッド管が コロナ放電でつながるという不具合が起こった。そこで昭和18年頃、高度3000メートル以上では、プレート電圧を6000ボルトに下げるよう改造された。他の不具合としては、飛行高度を高く取った場合、2000メートル以内の近距離目標に対し、海面の反射波と目標の反射波が紛れるために、ブラウン管のが面上での区別がつかないという短所があった。 日本の機上レーダー開発の焦点は小型軽量化と電源にあり開発に手間取る原因となった。さらに物資不足や空襲による原材料の入手困難、熟練工の徴兵と学徒動員などによる製品の品質低下が性能の悪化に拍車をかけた。さらに製品に用いられる部品点数も制限された。したがって研究室の実験段階では良好に作動し、 能力を発揮したものが、実践段階では粗悪な品質、信頼性により、能力が半分以下に落ち、または作動しないケースが頻発した。最終的な生産台数は、約2000台である。1944年11月19日、西木大帝が横浜からトラック姉妹輸送を行った。これは最運に搭載するための増装を運ぶものだった。横浜からの途上、 午前7時30分、西木大帝は電端により20隻規模のアメリカ軍輸送船団を探知した。この時、方向は、正面、距離は約20マイルと測定している。この後、快適の対空射撃で電端が故障した。同月27日、トラック島にて故障箇所を直した西木大帝は横浜へ飛行した。キロは途中から台風圏に覆われ、暴風による 空中分解を避けるために式大帝は海面上150メートルの低空飛行を続けた。内地への予定到達時刻の時点で視界は300メートル程度であった。なお二色大帝が陸岸を発見し、回避するまでに要する距離は570メートルで、状況次第では即激突の可能性があった。この時も電探は陸岸の反射波を探知し、 電信員は左30度、距離20マイルと報告した。また反射波のパターンから移動物ではないこと、反射の大きさから小さな島でもないことを確認している。1945年3月11日、第二次探索戦で、うるしい干渉へ、あず特別攻撃隊が特攻を行い、二式大帝はこの部隊の誘導を行った。途上、風に流されて、 キーを失った者の,のヤップ島を発見した。この際には、電探が島の反射波を捉えることに失敗した。誘導後、西木大帝は、西カロリン諸島のメレヨン島へ、夜間飛行を続けた。同日21時30分頃、電探は、右45度、距離15マイルに、メレヨン島付近にある小島の反射波を捉えた。ブラウン管の反射波を検討したところ移動物ではなく、 しかし距離に関し、その後の飛行から実距離は10マイル程度と推測された。ありがとうございます。